キース艦長は奴らの巡洋艦に囚われています。位置は現在地の反対側およそ300メートル上空です。空中にあるのにどうやって乗り込むってんだ。船と地上の間に重力リフトがあるのさ。それを使うんだ。艦長の体にはインプラントチップが埋め込まれているの。信号を追えば艦長を探せるわ。総員突入、行け行け行くんだ。右手の高台に進んで、上からなら見つからずに偵察できるはずよ。この先にコブナントのガンプラントを探知したわ。ライフルで始末して。軍曹、よく聞いて。チーフが単独で隠密行動に出るわ。敵の反撃まで発砲を控え、いつでも援護できるよう体制を整えておいて。敵はすぐそこです。あのガンプラント
近中。くそ、いつもこうだぜ。チップの信号で捕まっている場所が特定できると思うわ。エコー419接近中、安全を確保して。艦長の信号をキャッチ。ここには敵もいないみたい。ここにコブダンとかいないってどういうこと？
されたドアよ。みんな向こう側で待ってるわ。スイッチがどこかにあるはずよ。ロックされてるぞ。
ちょっと待って、コブナントのネットワークにアクセスしてみるわ。オルタナ急いでくれ、一日中戦うなんて無理だからな。あんたが 128kbの変調暗号キーを解読するのを見てみたいものだわ。Thank you.
人ともここに来るのがどれだけ無謀なことか分かってるのか。感謝する。機動部隊、武器を手に取れ、脱出するぞ。はっ。私もここにいる間何もしていなかったわけじゃない。彼らはリングのことをヘイローと呼んでいる。ちょっと待って、コブナントのネットワークにアクセス中。データによるとこのリングは根強い宗教的意義を持ってるみたい。私の解析が正しければ、奴らはヘイローが何らかの兵器、巨大な想像もできないようなパワーを備えた兵器だと信じている。奴らがヘイローを手にする者が宇宙の運命を支配すると信じているというのは本当だったのか。それで分かったわ。コブナントの調査部隊がコントロールセンターを発掘してるっていうメッセージの意味が。私はてっきり破壊された巡洋艦のブリッジを探してるのだと思ってた。そうじゃなくてヘイローのコントロールセンターを探してたのね。まずいな。もしヘイローが本当に兵器なら、奴らは必ず人類を滅亡させるのに使うだろう。チーフ、これだな。新しいミッションだ。コブナントより先にヘイローのコントロールセンターを見つけてくれ。機動部隊前進だ。了解。了解。チーフ、先導してくれ。シャトルベイに戻って救助を要請すべきだ。救出したわ。救助をお願い。急いで。ごめんなさい、無理だわ。コブナントの航空隊と交戦中で、奴らを振り切るのに精一杯なの。了解。コルタナ更新終了。フォーハマーは交戦中です。ここで待つしかないわ。くそ、ここから出られないぜ。なんてこった。弱音を吐くな。君とチーフがコブナント降下艇を略奪できたら、我々はここを脱出できる。そうね、コブナント降下艇はまだドックに残っているはずよ。Thank you.
操縦法を把握するので少し時間をください。必要ない、この船は私が飛ばしてみせる。艦長、ハンターよ。ちょっと待ってろ。さすが艦長。ちょっとした仕返しさ。